どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこのウクレレを使いまして、いろいろな曲に挑戦してまいりましょう。さあ皆さん、音楽始めよう。今回のテーマソングは、今話題のアニメ鬼滅の刃の挿入歌いきます。かまど炭治郎の歌。こちらの曲、切ない歌、力強くて切ない、中川奈美さんが歌われているあの曲を、このちっちゃいプレイでガズレレ流簡単バージョンでやってみましょう。いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者さんでもなるべく簡単にできるようにしているガズレレ流超シンプル簡単バージョン。後半のかっこいいバージョンは、さらに響きのいいコードと弾き方も、いろんな弾き方で表現力豊かにかっこいいバージョンやってみようと思います。2バージョン最後までぜひご覧になってください。さあ皆さん、音楽始めましょう。音楽って聞くのもいいけど、やる方がもっと最高。今ご覧くださってるガズレレ YouTube チャンネルではですね、今まで音楽やったことないです、私無理っぽいです、音楽苦手っぽいですという、そこのあなたもすぐウクレレで弾き語りができるプログラムがあるんです。今このプログラムを見て、世界中の人が何万人もウクレレで音楽始めてますよ。皆さんも始めましょう。もうちょっとしたらここにリンクあります。このリンク先に行ってもらって、上から順番に YouTube 動画見ながらウクレレ触ってるだけです。すぐできますよ。 YouTube ですから無料です。やりましょう。ここですよ。いってらっしゃい。クリック。いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためてきたありとあらゆる音楽ジャンルの曲がウクレレで簡単に弾けるようにしているレッスン動画、すでに1500曲以上もアップロードされております。今日みたいにアニメソングもたっぷりありますんでね。アニメソング一応ここに貼っときましょう。他にもいっぱいありますよ。はい。それではやってまいりましょう。かまど炭治郎の歌。まずは初心者さん向け超シンプル簡単バージョンやってみます。1、2、3。目を閉じて思い過ぎ去りし、あの頃の戻れない、帰れない、広がる深い闇。かまど炭治郎の歌、ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。この悲しげな切なさ、あのアニメの世界観がこの一曲でね、ブワッと蘇ってくるんではないでしょうか。思いっきり心を込めて歌ってください。今のは聴いていただいて分かったと思うんですけど、ガズレレリオリジナルショートカットアレンジバージョンです。一番のサビまでやって終わったということなんですけど、後半のかっこいいバージョンではもうちょっとね、感想を入れてもう一回サビを繰り返す。ちょっとロングバージョンです。そして全部やってみたいよという方は、これコード進行は同じですので、書き出して、オリジナルの楽譜を作ってくださるのもバッチリだと思いますよ。そして今がやったガズレレ YouTube と一緒にね、セッションできたよという方、次のステップは今度ご自身だけで演奏してみるのがいいと思います。その時最初はね、やっぱ楽譜見ながらやった方がいいと思うんですけど、いつもね、ガズはですね、いつもこのノート見てガズは演奏してるんですけど、このノートを画面に映してシェアして、皆さんこんな感じで書いてみたらいかがですかとかやってるんですけれども、今このサービス始まってます。このガズクラブっていうのは一体何かという
と毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日のねかまど炭治郎の歌を含むガズが今までもずっと書き溜めてきたノート楽譜の中からね、皆さんのやりたい曲、練習したい曲毎月5曲お選びいただいてダウンロードしていただけるという画期的サービスでございます。もうメンバー900人オーバーでもうかなり盛り上がっております。そしてねこのガズクラブは楽譜のダウンロード以外にもいっぱいコンテンツがあります。まずですねアプリがあるんですよ。ガズクラブのアプリすごいでしょ。その中で楽譜の管理だとかいろんなイベント情報だとか、とにかくアプリでもう一括でいろいろできる。メンバーズカードもそこで発行したりして、はい。それとあとはね毎月2回行われているガズクラブメンバー限定のオンラインライブ配信、これがめちゃくちゃ盛り上がります。次回のねガズクラブメンバー限定のオンラインライブ配信は1月21日、これは冬の曲特集ということで、世界中からバーッと同じ時間同じ場所のオンラインで集まって大セッション、こんなのやったり、非公開の SNS があって、そこで毎朝7時にガズがラジオ配信してます。ラジオ配信毎朝7時ですよ。で皆さんの演奏動画をアップロードできる場所を3カ所くらいあったり、どんな質問にもそこではガズが答えてますんで、この面白いクラブ活動ぜひチェックしておいてください。そしてですねあともう一個これがあります。ドンガズレレ大学、こっちはですねもうちょっとこう深掘りしていろんなリズムとかコツとか、もううまくいかない人がここでなんかこういろいろ発見があるという、まあ大学ですからちょっとお勉強ということで、これがですね YouTube のメンバーシッププログラムというのでやっております。はい。でこれはですねガズクラブはみんなで楽しんでこうワイワイやろう、でガズレレ大学はちょっと深めてお勉強のところですからね、こういう風に分かれております。この2つ、ガズレレ大学とガズクラブ、概要欄にねリンク貼ってありますんで、ぜひぜひ細かくチェックしておいてください。それでは楽譜を見てまいりましょう。かまど炭治郎の歌ということですけれども、ここちょっと見てください。ここねちょっと後で足したんですけど、かっこいいバージョンではこのコード進行でイントロ入れますということなんで、ちょっとかっこいいバージョンではこの簡単ですけどイントロ入りますということで説明しておいて、今やったシンプル簡単バージョンはこの歌から入ってきました。で、いつものことなんですけど、この下にくるっと囲ってるやつは後半やるかっこいいバージョンで使うコードですよということなんで、今やったシンプル簡単バージョンは上の段のコード進行です。ちょっとね、この歌の感覚、これ独特な雰囲気があって、まあ、なんていうのかな、和風っぽい、切ない、なんかね、ちょっとね、なんか独特の、このアニメの世界観が表現されてるなというふうに思います。これ映していくので、皆さん一時停止でメモっていってください。はい。で、動画のテロップを一時停止で書いてもらうのもいいし、先ほど紹介したガズクラブで楽譜をダウンロードしていただくのもすごくいいと思います。はい。こんな感じです。ここにもいっぱい書いてありますね。かっこいいバージョンでいろいろやっていきます。はい。曲はシンプルですね。今のやったシンプル簡単バージョンをこれをずっとここまでやって、ここをやって、終わったよということなんですけど、後半やるかっこいいバージョンでは、この間奏に行きます。一回ここまでサビまでやったらね。間奏を行って、で、ここもう一回サビに戻って、サビの最後の、ここ。守るものがあるを2回繰り返して、終わったよというのがガズレレアレンジバージョンになってますんで、参考にしておいてください。じゃあ出てくるコードの解説ですけど、赤く囲ってるやつは後半やるかっこいいバージョンで出てくるコードなんで、ひとまず今隠します。はい、これ結構たくさんあるように見えますね。ちょっと言ってきます。C と Am と C7、F、Dm、D7、G7、E7、Em7。これね、9個か。9個あってたくさんあるように思うんですけど、安心してください。これ入門コードのグループ、すなわちこれです。ドーン。ガズレレ必須コードです。このガズレレ必須コードっていうのは、このウクレレで音楽始めようと思う皆さんに一番最初に覚えてもらいたい入門コードのグループ。入門コードなんで1個ずつ見たら簡単なんですけど、これ10個あるんですよ、グループに。はい。なんだけどね、10個いっぺんに覚えようと思うと、1個ずつは簡単でもなかなか頭こんがらがっちゃうんで、私がめちゃくちゃわかりやすく解説してる動画、ここにあります。これはね、この動画絶対見てくださいね。コード10個覚えてください。で、今日そのうち9個なんで、もうね、簡単ですから。覚えちゃいましょう。はい、じゃあここからかっこいいバージョンの解説に入っていく。このタイミングでいつもガズが言ってるのは、まず今やったシンプル簡単バージョン4つ弾きで歌をしっかり歌う。これ結構タイミングがですねちょっと独特なんですよ。なのでまずしっかり歌を歌えるようになって、後半のかっこいいバージョンリズム、これねリズムかっこいいんでね入っていきましょう。はい、したらかっこいいバージョンの解説に入っていきましょう。かっこいいバージョンはコードが追加になります。コードね、渋いコードが出てくるんです。ちょっと難しいですけど、はい、このコード Bm7-5、 これねおしゃれなんですよ。これはね、ちょっと解説2通りあります。まずはですね、入門コードのうちの Dm というコードを押さえる方法から。 Dm っていうのはこことこことこなんですよ。こんな風に押さえる、こんな風、こんな風なんですけど、小指見ててください。これ1弦の2フレットをこうやって押さえると Bm7、 はい、いい響きでしょ。これなんかね、こう和風のね感じで、押さえる場所で言うとここと、こことここと、こことここですね。ここ、ここ、ここ、ここ。はい。そうするとこういう風になる。はい。もう一個の押さえ方としては、G7。G7 の入門コード、こことここと三角形、こうやって押さえておいて、親指でガズはここ押さえる。はい。これでもいいですよ。ほらね、同じ音なんですよ。Dm に小指を足すか、G7 に親指を足すか。はい。押さえる場所としてはどっちにしても、
ここと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 いうことです。はい、Bm7-5。はい、次、ドン。E7-sus4。これもね、今のとすごい似てるんですけど、まあこれはね、解説としては、入門コードのうちの1個、E7 を押さえてください。こことこことここですね。E7。はい、人差し指見てて。ここを押さえたら E7-sus4。ここを押さえたら E7 です。ここで行ったり来たりです。E7-sus4 から E7。この大体 E7-sus4 といつも行ったり来たり使うんで、今回も、1箇所だけですけど、ほんの一瞬、ワンブロックに4つ入るところで出てくるんで、ここはね、要注意のところで思います。あともう1個、ほい、ドン。C-sus4。これは簡単ですね。C を押さえといて、2弦の1ブレット。これですね。ここ。C-sus4 から C。この大体 sus4 って書いてあるやつは元のコードと行ったり来たりすると覚えておくといいと思います。はい。じゃあ今日出てくる、弾き方の解説です。ドン。アルペジオとガズペジオと16ビートの。じゃあ、この3つの弾き方、行ってみようと思います。まず、歌い出しっていうか、もう歌の線、イントロから、かっこいいバージョンではイントロと A メロの一番最初のところ。こういうつまびく、ほんとこう、か細い感じ。これを表現します。はい。そして途中の、16ビートっていうのはね、サビと、A メロの中で、まあ、途中でも入ってくるという感じで。で、ガズペジオとアルペジオを使い分けるっていうのが今回のちょっとね、面白いところで。泣きたくなるようなっていうところは、これガズペジオがいいかなと思って、この3段活用でやってみようと思います。この3つのリズムの弾き方、ここにリンクがあっています。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中からそれぞれの濃厚解説動画がアップロードされておりますので、じっくり見てみてください。ちなみにこの中で一番難しいリズムはやっぱり16ビートのチャというリズムで、こんな感じです。ちょっとスケール大きい感じ、16ビートのチャ。これはですね、その動画内でもね、説明してるんですけど、なかなか難しいリズムなんですけど、じっくりと時間かけて取り組んでいってください。まず8ビートというリズムが基本になりますよね。これはね、ストロークっていう、こういうのストロークって言うんですけど、これにリズムに乗れるようになると気持ちがいいんで、ぜひね、長い時間かかるかもしれませんけど、取り組んでいってください。今回、かっこいいバージョンでは、ワンブロックに4つコードが入るところがあるんですけど、ちょっとね、コードを抑えるところが難しく、しかもワンブロック4つっていうところがいきなり出てくるんで、歌い出しの一番最初のところに出てくるんですよ。ちょっとやってみる。ワン、ツー。目を閉じて思い出す過ぎ去り。次ですよ。あの頃の。ここ。Bm7-5、Bm7-5、E7-sus4 から E7。ここが1個ずつです。この辺がちょっと難しいかなと思うんですけど、ここのこう、ワンブロック4つで難しいことが入ってくるところを注目しておいてください。そして、アルペジオと16ビートのチャットガズペジオが次々やってくるので、弾き方はテロップのところに書いておきますけれども、リズムが乱れないようにね、どの弾き方でもリズムはキープする。これがキーポイントになりますね。はい。そしてですね、サビ前に、ちょっと決めみたいなのが入るんで、前へというところからやってみましょう。せーの。前へ、進め。絶望だん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 たちだんだん、このダダダダダってテロップ書いておくんで、ここら辺もこうダッダッダってこうね、ヘビーに行きましょう。そしてサビにドンと入っていくという流れになります。そしてですね、サビの中でもね、一個ちょっとインパクトのある決めがあるんでやってみますよ。サビのね、後半です。どんなに打ちのめされてもそこら辺で出てきます。バーン、後半からね、ワン、ツー、スリー、フォー。どんなに打ちのめされても、打ちのめされてもどんどんツッタン。 Em7、E7、Am、Am でツッチャン。 Em7、 デンデンダンダンツッタン。はい、ここちょっと難しいですね。もう一回、どんなに打ちのめされてもどんどんツッタン。はい、ここが難しい。その次もですね、ちょっとこのマーク入ってくるんですよ。このマークは矢印マーク。シンコペーションといってリズムが前にスコーンと食い込んでくるよというフレーズが出てくるところに流れていきます。今のとこから最後までやります。せーの。どんなに打ちのめされてもどんどんツタン。守るものがあるだんだツッドン。今の G7C サス4 から C で食い込んでくる。はい。ここで決めみたいな感じでフレーズがあります。もう一回。どんなに打ちのめされてもどんどんツタン。守るものがあるダンダスタンダスカダン。はい。シンコペーションマークが入ってくるよと。
この辺がね、結構サビの最後でもう畳みかけるように、かっこいい、かっこいい君が入ってきます。そういうような感じで、結構一曲の中ですごいうねりがある曲なので、ほんとさっきも言いましたけど、リズムキープが大切だし、その弾き方の音量、ジャン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 って弾くとこもあれば、つまびくようにこう細く弾くところとか、ボリューム調整っていうか、そういうので抑揚も出しながら、この歌の世界観、アニメの世界観と歌詞の世界観が混ざった、これが一体になって、こう、ボーンと音にね、託されるといいんじゃないかなというふうに思います。はい。皆さんやっぱ頭の中でね、この映像をイメージして奏でるのも大事だと思うんで、アニメの世界観をまたね、頭に描いきながら演奏するのいいと思いますよ。さあ、それではやってまいりましょう。かまど炭治郎の歌、ガズレレ流かっこいいバージョン、やってみる刃のかまど炭治郎の歌、ガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。なんかこうすごい切なさ、この感じがね、鬼滅の刃 の魅力だと思うんですけど、思いっきり感情を込めて歌っていきましょう。さあ皆さん、この音楽を自分で奏でる楽しさ、最高ですよね。今度周りの方にもね、ぜひお伝えください。今ご覧くださっているガズレレ流 YouTube チャンネルもぜひご活用ください。チャンネルにいいねだとかチャンネル登録ぜひともよろしくお願いいたします。でお知らせなんですけど、はい、こちらです。これガズの初めてウクレレということで、昨年の12月にリリースしたウクレレなんですけど、これはね、最初の一本の初めての一本にもふさわしいし、これウクレレあなたも始めてよ、これ楽しいよというプレゼントにも最適というリーズナブルで、音もお求めやすくて、かつ音も良くて弾きやすいというガズがプロデュースしている、この初めてウクレレ、
あとこっちのいつもこれを使ってます、ガズのわがままウクレレ、はい、この辺のことぜひこちらの方でチェックしておいてください。ここにリンク貼っておきますけど、ウクレレの情報はこちらのリンク先もうチェックお願いします。先ほどもお伝えしたんですけど、ガズクラブとガズレレ大学、この2つ結構盛り上がっております。ガズクラブはもうみんなでワイワイやって楽譜をダウンロードできて、こう1個の街みたいなイメージ、ガズレレ大学はほんとちょっといろんなリズムとか基礎トレーニングとか本当にお勉強です。この2つのことも概要欄に貼ってますんでお願いします。あとね、ガズレレで、ね、アプリがあったりするんですよ。ガズレシピです。ガズレシピで楽譜を見られる、これもねすごく面白いことになってます。もう他にもいろいろあるんですよ。ここにねいつもつけてるこの水引きだとか、このストラップキャップだとか T シャツとか山ほどね、いろんなグッズがあるんでね、あのホームページぜひ見ていただきたいんですよ。あとそれとね、これです。はい、ドーン、リットミュージック社から出てるこのね信号機みたいな、赤青黄色みたいな、このね楽譜本がものすごい大ヒットで、もうそろそろ10万部いくぞということで、これなんでねまあいいかというと、これめちゃくちゃ簡単で分かりやすいですね。しかも100曲入り、50曲入りというね、はい、すごい山盛りでございます。こういうのもご活用していただいて、皆さんのね、楽しい豊かなミュージックライフもうさらにね輝かしていきましょう。さあ、これからもガズレレ YouTube チャンネル、ぜひともよろしくお願いいたします。今日は見てくださってありがとうございます。さよなら。